ウェイス、こんちゃんです。今回ですね、憎きモーティスを片っ端から散らかしていこうかなと。マジギア環境になってから、モーティスが強すぎて、どんだけね、最初の方ボコボコにしてたとしても、なんか最後の最後でちょろちょろってきて、なんか逆転されるみたいなことがめちゃくちゃ多かったんで、今回もう徹底的にモーティスをボコボコにしようの回ということで、とりあえずやっていきましょう。さあ、まず1匹目はコルトですね。コルトって壁壊せるじゃないですか。で、壁壊すとモーティスがちょっと腐るのと、あとね、引きながらコルトってオートエイム打ちまくったら基本的に全部当たるんですよ。なんでこのモーティスも倒せるんじゃねえか。しかしちょっとこれ厳しいね。このマップ自体ね、ちょっと壁多すぎてモーティスがもうクソ強いんで、さあこれはこれちょっとリロード温存しつつ、いやこれ下の方かな。まあこれね、ゲイルなんでこっち飛ばすなよ。お前待って、お前何してんねんお前。あ、ふざけんなこいつ。はい、スパイいました。モーティスより先にこいつを倒さんとあかん。平塚ザコマジやめろお前。オッケー。でこれちょっとウルト貯めておくとまあいいかなと。で今壁壊したんで、まあこれで左サイドにモーティスが自分から近づくことはないでしょう。まあ念押ししとくと、自分からね、自分からこのゲイル以外でこっちに来ることはないと思うんで、さあやばい、下のモーティスもちゃんと見ながら、お前だから飛ばしてくんの、バカ、こいつマジで。あ、こいつガチであれやわ。自分のこと以外考えられない人種やわ多分。おい、しかも敵にやられてんじゃんお前。でこの壁壊して、おい、もう時すでに遅しやねんってお前さ、マジで。おい、マジで責任取れお前。最悪すぎるあいつ。せっかくモーティスボコボコにしようの回やのにさ、こんなことある。あ、ほら1対1やったらね、やっぱ勝てるんですけど、もうこのゲイルは例外すぎるってお前。はい、もうコルトやめました。もうバズ時代はバズっすね。バズは自分から動くって言って、火力がとにかく高くて、でウルトでね敵止めれるんで、もうあれがもうお前魚近づくな俺に。もうペニーのスプラッシュギリギリやねん。でこんな感じでこうセットするじゃないですか。でこれ当てたらもう勝ち。はい、はい、これはまあ一旦耐えっすね。耐えて。でこれウルト溜まってからがスタートなんで、やっぱりオッケー。で、これ、ちょっとリロード待って、当てて、OK 倒していくと。で、1リロードで、なんか2400、2500ぐらいかな。2600ぐらいダメージ与えられるんで、なんでもう、圧倒的にね、火力がね、モーティスより高いんですよね。なんでもう、モーティスには勝てると、OK。そろそろじゃね？そろそろやね。OK。これ当てて、はい、かかってきなさいよと。でこれ2発目も打てるんで、オッケー。もうボコボコでしょ。でなんでモーティスだけ倒しといたら、ほらもう味方もね、余裕で勝てるんで。でこれ止めてあげて、はい、逆転要素もありつつ、しかもモーティスに対応できるこのバズ現環境バカ強いです。さあ逃げるふりして、お、魚もうモーティスには負けんない。お前もうマジなんでいや、あるオッケー、生き生きしてんねお前。だいぶ生き生きしてんね。危ねえ、マジで危ない。このモーティスに感謝感激っすわ。ちょっと今のはね、予想外すぎた。俺に2回もウルト当ててくるなんてちょっと思ってなかったんで、これ止めてあげて、倒して。オッケー。で、これちょっと耐えてからの、魚お前やめろマジで。俺今ウルト当てたやろ、これ。これちょっと逃げて。やば、危ねえ。で、生き生きした毎日大先輩が準備してるんで、これはいけたっすね。いけたっすね、これ。OK。で、これちょっと耐えて、魚、お前はちょっとマジで、妖怪5人なんで。危ねえ。怖すぎる、こいつ。さあ、ちょっとバズで気持ちよくなったんで、まあ、もう一戦ぐらいバズ使っていこうかなと。やっぱ、モーティスに対して強すぎるのと、モーティスいないやん、今回。おい、モーティスいないやん。まあ、誰に対しても強いんで、まあ、バズね、マジで現環境強いんでね。パワー11にしてもいいんじゃないかなと。逆になんかパワー11にしなくても十分強いんで、まあ、ワンチャン別に強化しなくてもいい説までありますね。それぐらいぶっ壊れてるんで、さすがにレオンとか、これマジで、ウルト当てるか当てないかなんて、まあ、モーティスとかレオンより強いかって言われたら、まあ、ちょっとなんとも言えないんですけど、まあ、十分強いんで。さあ、これガジェット、もうこいつね、ガジェットだけね、ちょっとあんま強くないんで、これ新しいガジェット来たら、もうバズは多分一番強くなるんじゃねと。で、これ、ミッド、OK。で、これ倒して、
でこれはちょっと、生きて帰れるか、生きて帰れませんねなんすけど、まあ、これレオンが言ってくれて、これレオン言ったでしょ、よしでこれまあまあまだもうウルト無限にあるんでこいつ一匹にウルト当てたらもう一生溜まってるんでこいつ。でこれはお前やね、こいつらしばいてこのねサンディがねガジェット使ってなんか逆転してくるんで、まあ、とりあえずこいつだけ倒したらいいんじゃないかなと。よしでこれも、上のサンディ倒して OK ジジと。いやもうこれがもうぶっ壊れなんすわ、まあ、これが第2の、モーティス兵器、続いては1位モーティスぶっ壊し1位。さあ来ました、ブル大統領ですねこいつはねもうどのキャラにも強くて、まあ、とりあえず今回モーティス来なかったんですけど、まあ、そのブルの強さ、そもそもの強さのもうね、あの皆さんに見てもらおうかなと。でまずこのブルの強いところとしては、まあ近距離なんですけど、まあ、勝手にウルト溜まるんで、でウルト溜まったらこいつも大暴れできるんで、まずねもうこのタフガイなのもうしぶとさこのしぶとさ尋常じゃないんで、でこれ壁も壊せると。でなおかつこのなんか強いところで言ったらあんま見つからんかった、もう喋ってるうちに見つかるかなと思ってたらなんかあれこいつさてはそんな強くない。いやでもねこれねギアつけるともうマジでほらもうずっと前線にいて、これね俺が最初の前の方でねうろうろしてたから前線が上がってるんですよ。で前線上がるとこういうことなんですよ、もう何もミンクでも勝てる。さあもうあとは、耐えるだけなんで、これも味方に、エメ取ってもらいつつ、でこれねまだ、ガジェットが3つ残ってるんで、これ最後に、なんか残しとくのももったいないんで、あ死ぬのか、なんか残しとくのなんか俺ガジェットねなんか使い切りたいタイプなんですよなんでまあ、あるやつは全部使い切りたいタイプなんで、さあさあこれはねもう残さずに使っていこうかなと。まず1匹お嬢ちゃん、からのちょっとウルトがね若干溜まってなかったんで、これウルト溜めてからのリコに行きたいんですけど、死ぬ?あ、生きてる?あ、生きてる。まだ使えてねえけど、これでもうみんなに強さは伝わったんじゃないかなと。やっと来た。長すぎる。長すぎた、モーティスまでの道のりは長かった。もう狩り尽くしたんで、もう狩り尽くしたせいで、このモーティスが全然わからなくなったんですけど、まあまあこれちょっと行っちゃって、もうこれもう何もせん、もうほら、もうモーティスが逃げていく時代って、もうこんなブルしかいないじゃないですか、もうモーティスが逃げるなんて。ださおいでよおいでよモーティスの森みたいなところあっての、もうだるい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 。オッケー、これ壁壊したんで戦略通り。いやまずい。まずい、あのモーティス真紫色に光ってたんでちょっと逃げて。オッケー、しゃしゃってますねあいつ。でこれ誰がどう見てもやばい状況に見えるじゃないですか。おいティックマジでお前2発目か。誰がどう見てもやばい状況に見えるじゃないですか。なんですけどこのブル大統領にかかれば、1殺すね。さあこれガジェット使ってしばいてでブル、絶対来るんで、このモーティス 100% 来るんで、はいしばいて、ティックの顔面が来るんですけど、まあ、顔面もね一応処理できるってことで、でこれは、援護行きたいけどちょっとローサはねちょっと事故る可能性あるんで、オッケー、これどうしよう、ちょっとティックが邪魔すぎる。こんなティック鬱陶しい日が来るとは思わなかったけど、これちょっとモーティスしばいて、でこれちょっと逃げて、もう味方はどうでもいい俺のために死んでくれ。オッケーこれしばいて、はい、オッケーでこれもうウルトを溜まったらもう勝ちっすね。とりあえず、モーティス愚かに来たんで、とりあえず倒してあげて。ほらもうモーティスにももう誰にでも強いのがブルなんよ。もう壁さえありゃこいつはもう英雄になれるんで。はい、ということで、ストレス社会、モーティスのせいでストレス社会がこのブロッサの界隈にもやってきたんですけど、よかったらね、このモーティスをボコボコにしようの会に皆さん参加しませんか。ということで、ぜひね、この3匹のキャラクター使ってみたらいかがでしょうか。今回ご視聴ありがとうございました。